はこんばんは。はいはいはい、今日はね、宮ヶ瀬矢光、これのねツーリング行こうと思うんですけれども、宮ヶ瀬矢光は何度も動画にしていますので、今日はねその抜けた後、秦野市街とか厚木方面に、立ち寄るツーリングスポットとかグルメのお店とか、こんなのをね紹介できればなと思っております。矢光峠通るルートと、あと迂回するルートの2パターンの Google マップの URL つけておきましたので、ぜひねそちら参考にしていただければと思います。はい、それではねまずは宮ヶ瀬方面にバベント向かいたいと思います。最後まで見てってね、よろしくね。さあね、宮ヶ瀬行く前に朝ごはんとしてねちょっとパンとコーヒーをパンパティさんでいただこうと思います。はい、到着。はい、モーニングとコーヒーいただきました。美味しかったね。さあ元気出たんで、これからね宮ヶ瀬矢光向かいたいと思います。はい、宮ヶ瀬ダム方面向かいます。いやー、宮ヶ瀬ダム綺麗だね。いいねいいね。いやー気持ちいい。いや寒い寒い寒い、めっちゃ寒いんだけど。さあ、じゃあここの駐車場でちょっと休憩してから、矢光峠向かいたいと思います。はい、こちら側から見る宮ヶ瀬湖も綺麗なんで、一応ね映像をお届けしたいと思います。前にも言ったけど、宮ヶ瀬ダムは、観光ダムとしての売り上げは全国で1位だそうです。お、アジサイいっぱい咲いてるじゃん。ちょっと見てく？うわ、すごいいっぱい咲いてる。ほらほら。いや、いいですね。まさかね、こんな綺麗なアジサイが見れると思わなかった。いやー、心洗われますね。アジサイすげえ綺麗だったね。全くねノーマークでした。矢光峠はね台風来ると結構閉鎖になったりするんで、行ける時にね行っといた方がいいと思う。基本的には全面舗装されてるんで、オンロードのバイクで問題ないです。大型バイクでも問題ないと思いますね。はい、さあ矢光峠でも何箇所かね立ち寄ってもらいたいポイントがあるので、そんなところもちょっと織り交ぜてね紹介していこうと思いますよ。はい、もうすぐ円錐橋ですね。ちょっとだけ撮影していこうかな。はい、ここのね脇から入っていけるんで、写真だけ撮っていきましょうか。おお、今日水量があって迫力ありますね。こういう時はねライブモードパシャライブの長時間ロコ。ここからはね多少道幅も広くなってきて走りやすいと思います。この先、パラグライダーの離陸場があるんですよ。そちらに関しては今日ね、行きませんけれども、前に撮影した動画、はい、これねめっちゃ絶景なんで、もし、はい、お時間に余裕あるときは皆さんね行ってみてはいかがでしょうか。駐車場からね10分弱ぐらい歩くんですよ。はい、結構階段急なんで、覚悟していった方がいいかなと思います。ただね頑張って歩いた甲斐があるぐらい、眺めはいいと思います。ここのね水汲み場入り口のところ、ごま屋敷の水って言ったところで、ここでね結構水汲んでる方もいらっしゃると思います。見えるこれね。はい、ちゃんとね観光案内してるね今日は。はい、ここに駐車場ありますんで、はい、車で来てもいいと思います。さあここから表矢光に入ります。また菜の花台で休憩しましょうか。トイレ行きたい指数 89% やばいね。もうすぐ菜の花台だ、頑張れ俺。でもね公園の公衆便所でトイレできないんだよな俺。コンビニまで我慢できるかな。はい、菜の花台めっちゃ景色いいんで、いい映像をお届けできるかなと思います。到着。
左 OK。 よし到着。冬じゃないからちょっと空気が澄んではいないけど絶景ですね。お、江ノ島も見える。よし行っとくか。ダイエットしてるのに朝からパン食べちゃったからね。カロリー消費、カロリー消費。おっさんの歯入ってるところ需要ないよね。到着。絶景いかがでしょうか。あの雲のあたりが富士山かもしれない。久々に上がってみたけど綺麗ですね。さあ行きますか。さて行きますか。はい、菜の花台。さあ行きます。いや絶景でしたね。さあ表矢光下っていきましょうか。やってるねやってるね、みんな元気で走ってるね。それではね、今矢光峠降りてきましたので、次はね戸田公園、秦野戸田公園かなの方に行きたいと思います。橋が綺麗に見える場所があって、そこでねバイクと橋の写真を、撮りたいと思います。戸田公園はね、今日行くところの奥の方にずっと走っていくと、ダート道になってて、かなりね激しいダートで、昔ハンターカブで行ったことあるんだけど、うん、すごかった。はい、戸田公園到着です。はい、橋のところで、写真撮影したいと思います。いいんじゃない、いいんじゃない。はいはい、この辺りがいいかな。はい、それではね戸田公園で記念撮影終わりましたので、次に行くのはねニコニコパン工房さんに行きたいと思います。これはねお土産用のパンを買おうと思ってます。はい、うちの家族パン大好きなんでね。はい、もうすぐ到着ですね。突き当たりかな。はい、到着。さあニコニコパン工房さんで買い物しました。めっちゃね美味しそうだった。安かったね、いっぱい買ったのに1100円ぐらいしかしなかったよ。さあ次向かうのが鎌カフェっていうところに向かいたいと思います。ピーナッツソフトクリームが食べられるみたいなので、それをね食べに行こうと思います。営業はね9時からやってるみたいなんで、もうね9時過ぎてるんで大丈夫ですね。鎌カフェさんはね、なんか豆の卸売やってるみたいなんで、まあ、その豆の中でピーナッツがあって、それを使ったソフトクリームを提供しているみたいです。あった、ソフトクリームの看板出てますね。はい、到着。はい、ここがね鎌カフェさんです。ここのねテラス席でいただきました。ピーナッツソフト450円いただきました。ピーナッツの、ね、砕いたのが上に乗っかってたりして、とてもね美味しかったです。今向かってるのは厚木市の薄井ファームさんに向かってるんですけれども、ここはね厚木豚を食べられる直売所ですね。ここのお惣菜コーナーがかなり充実で、おすすめです。特にねおすすめするのは後で店内の映像出てくるので、そこでご紹介したいと思います。はい、薄井ファームさん到着です。カメラ回ってなかったね。11時オープンで今もう11時です。はい、ここ店内で、ここはお惣菜売り場になってます。伝説のメンチカツがこれ一押しです。あとはねレバカツとプレーンコロッケも美味しいので、ぜひねお土産にいかがでしょうか。はい、それでは薄井ファームさんで、お土産買いました。さあここからね、また宮ヶ瀬の方にピストンで戻ってキロに着きたいと思います。はい、宮ヶ瀬ダム戻ってきましたね。いや、こっちの道来て正解、続いてだ。この先のね宮ヶ瀬ダムのパーキングで、休憩しようと思います。さあちょっと宮ヶ瀬ダム見る。はい、それではね今日は宮ヶ瀬矢光、そしてね秦野市と、厚木、これのね、お土産ポイントとかも紹介しながらツーリングしてきたんですけれども、もうこれから帰るだけなので、今日の動画はこの辺で終わりたいと思います。今日ご紹介したお店の情報とか、ルートに関しては概要欄の方に URL つけておりますので、そちらを参考にしていただければと思います。はい、それではね本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。
それではまたね、バイバイ、ウェイ。